タミもここから1兆円の企業にすると、かえってなんかマイナスじゃねえのみたいに、業態としては生き残る業態だと思う。そう考えれば応援したいなっていうエンドになりますかね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。はい、今回もさっき X で話してもらいたいテーマありますかっていうので反応があった。これはモヒさんですな。モヒさんからのブルームバーグ、ブルームバーグね、ワタミ、サウェイとフランチャイズ契約、日本法人を子会社化っていうことになる。これね、今僕もこれで知りました。さすがモヒさんだね。今日のブルームバーグの記事だと思うんで、ワタミがフランチャイズに力を入れていくっていう方向にシフトしてるんですよ。渡辺美樹さんがこれからフランチャイズの会社にしていくみたいなことを言って、カーネル・サンダースは65歳からフランチャイズでビジネスを大きくしたから、渡辺もここから1兆円の企業にすると。渡辺はだからフランチャイズの方にこう向いてることは間違いない。あとは渡辺ファームってね、有機野菜を作ってるのがあるんで、サブウェイなんで親和性があるんじゃないかなということだと思うね。だからという話ではないです。うまくいくかなっていう話だよね。こうなってくるとワタミっていうのは何のブランドイメージもないんだよね。前回ワタミについて話をした時に、 TGI フライデーをこれワタミがやってんですよって言われたら、かえってなんかマイナスじゃねえのみたいに、ワタミってのはあの居酒屋のワタミ、あのイメージ、大衆居酒屋のワタミが TGI フライデーみたいなアメリカンテイストのおしゃれなレストランをやってる。別にこれでワタミがやってるからいいよねってなんないなと思ったけど、ワタミっていうののブランドイメージこだわってないんだと思うんだよね。でサブウェイっていうのはどうかって言われると、今業績的には良くはないです。日本に入ってきたのは30年ぐらい前に入って、もともとサントリーが持ってきたんですよ。いろんな会社がサブウェイの日本での展開権を取り合ったので、最終的にサントリーが取って、サントリーの子会社になってずっとやってたんだけれども、何年前かな、10年は経たないと思うけど、サントリーから離れたというか、サントリーは株を売って独立した形になってやってるんだけど、ブームだったのは今から15年ぐらい前かな。ちょうど岡田斗司夫さんが「いつまでもデブだと思うなよ」っていう「レコーディングダイエット」っていう本なんだけど、そこのレコーディングダイエットに、とにかく昼飯サブウェイにするだけで痩せるんだということがあって、本人もすごく痩せたからね、170キロあったのが60キロぐらいになるというね、まあ、今まだ太ってるけどさ、それによって健康志向もあって、その時やってたサントリーからの出向の社長なんだけど、伊藤さんっていうのがすごいやり手で、打つ施策がうまくいって、それまでうまくいってなかったよ。日本人っていうのは冷めたサンドイッチとか食わないんだとかね、マクドナルドあったかいけど冷めたのやつはダメなんだとか、あとは何よりオリジナルね、カスタマイズするのがサブウェイでしょ。それを日本人しないと、要はあのお任せでっていう、それじゃサブウェイじゃねえじゃねえかことで流行んないんだってずっと言われてたんだけど、伊藤さんっていうのがいろいろ改革してブームになったんですよ。ブームがあると廃れもあるもんで、ブームの時に結構増店した会社とかもあったんだけど、まあ、終わって結構撤退もあってっていう感じ。でも続々閉店してるって感じは全く日本ではない。海外ではマクドナルドよりも店舗数が多かったチェーンだから、あの海外もぐわっと減ったけど、業態としては生き残る業態だと思う。逆にサブウェイが当たってるからサブウェイみたいなのを作ろうというところはないから、だって見たことないでしょ、ないです、そこまで当たらないと思うけど、安定して生き残っていく店だとは思うんで、意外と難しいんだよね。ロスが出るでしょ。ロスを出すなってのは難しいよね、あの業態で。ワタミが支援したからぐんぐん伸びていくっていうこともないだろうけど、サブウェイっていう業態としては残ってはいくだろうなと思うね。ワタミがこんな FC の方に完全に舵を切ってくるっていうのはすごく意外だなというところだな。もともとはブラック企業っていうのを誇りにしてた会社だからね。渡辺さん自身もそう思ってた。僕がいた永瀬と一緒ですよ。休みなく働くことが後々の人生のプラスになるんだと本当にそう思ってる。会社を儲けさせるために働けってんじゃないんだよ。それが通用したんだよ昔は。今の世の中そんなの通用するわけがないから、本人がそう思ってもダメだと思う今は。だから渡辺の直営時代伸びてきたノウハウってのは使えないんだよ今のこの労働環境では。もともと坪八の FC に加盟してそこから始まった会社だから、最後65歳からカーネル・サンダースを目指して FC で1兆円の企業にするっていうことだから、そう考えれば応援したいなっていうエンドになりますかね。はい。